皆さんこんにちは。 IR チャンネルの浅川由里子です。今回は総合商社の丸紅について説明していきたいと思います。まず会社概要です。丸紅は1949年に創業の、ルーツは伊藤忠と同じである非財閥系総合商社です。2020年現在4404人の社員と68カ国に136を超える拠点でビジネスを展開しています。企業理念は社是精神和の精神にのっとり、公正明朗な企業活動を通じ経済社会の発展、地球環境の保全に貢献するです。続いてはビジネスモデルについてです。多岐にわたる丸紅のビジネスですが、主にトレーディングと事業投資の2つです。まずはトレーディングです。トレーディングとは、安く買って高く売った時の利ざやで儲けるというものです。伝統的なビジネスであり、現在も様々な商材を売り買いしています。次に事業投資です。丸紅の場合は電力プラントなどへの事業投資が注目されており、経営参画や子会社化を通じて人材、資金、情報、経営ノウハウ等の経営資源を投入し、事業経営を行うものとなります。次に業界内の特徴を3点紹介します。1つ目は穀物需要への強みです。総合商社の中でトップの取扱量である6700万トンを誇り、次いで農業資源を扱う事業や輸送機関連事業、発電事業、資源投資などが主な収益源です。その他では日本のコーヒーシェア 30% を丸紅が占めていることは有名です。2つ目はコンプライアンスについてです。良いニュースではないですが、教科書にも載ったロッキード事件以外にも贈賄事件なども丸紅が関わっており、コンプライアンスの問題がたびたびニュースになっています。3つ目は一般職女性のレベルの高さです。丸紅の一般職には元ミスコンも多数在籍しており、男性社員の活力にもなっているとか。続いて直近の業績がこちらになります。2019年度は純利益はマイナス1975億円と、前年度比4283億円の減益になっています。米国の穀物事業の赤字を中心に、様々な分野で損失が出てしまった結果となっています。今後の経営方針が気になるところです。そして今年度のトピックになります。まず1つ目は AI を応用した医療画像診断システムの共同開発契約の締結です。この事業で AI を活用することで、限られた時間の中で大量の診断を要求される検診現場における画像診断の効率化による医師不足の解消に加え、診断精度向上による早期検知や誤診削減のサポートを可能にする役割が期待されています。続いてのトピックは循環型食器の実証実験を開始したことです。エリッシュは丸紅のビジネスプランコンテストから誕生した環境に負荷をかけない循環型食器です。これまでほとんど用途がなかった食べ物の皮や芯などの食品廃材を独自の技術で食器に成形し、飲食店へと提供します。使用後は食器を回収し、工場にて粉砕・乾燥します。その後、飼料や肥料などへ加工し、畜産事業者や肥料事業者に提供することを目指します。それではこれで丸紅の企業概要の説明を終わります。チャンネル登録と高評価をお願いします。